はい、こんにちは、たくまんです。なんとね、今、アイランドゲームズクエストをクリアして、さて、動画をアップしようかなと思っていたら、突然ね、ここにカウントダウンが表示されました。多分ね、昨日バグで見えてた、あの、公認コンプレックスの赤い倉庫の上に、カウントダウンが出てると思いますので、ちょっとね、そこを見に行ってみようかなと思います。どれどれ、来てるかな？来てるー！あれ？なんかバグで見えてたのこの辺だけど、全然その下の方に見えてますね。あら、あのバグで今チラって見えてたあのカウントダウンは何だったんだ？まあ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 。でもね、あと9日と5時間59分後ですね。これを計算すると、はい、ワンタイムイベントはね、9月13日の月曜日の朝5時に始まるみたいです。ああ、1日ずれて日曜日だったらめっちゃ良かったのに。ちょっとね、自分はその日朝7時ぐらいから仕事があるんですけど、朝5時からね、ミルダムの方でこのワンタイムイベント生放送をやろうと思います。自分の生放送はね、しっかりといろいろ考察をしながらね、ワイワイね、みんなで楽しむ生放送をしようと思っていますので、よかったらね、考察好きの皆さんはミルダムの方に見に来てください。はい、ということでね、9月13日の月曜日の朝5時です。アリアナグランデさんのね、ワンタイムイベントの時もそうでしたけど、必ずね、1時間ぐらい前までには、このね、ロビー画面にログインしておいて、そしてね、30分ぐらい前に、ここにね、ワンタイムイベントのモードがデカデカと一つ出てくると思いますので、朝5時からイベントなんですけど、皆さん朝4時ぐらいまでには起きて、ちゃんとね、ゲームをつけてログインしておきましょう。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ワンタイムイベントが楽しみだと思った方は、ぜひチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。